新年早々お集まりいただきましてありがとうございます。ご存知の通り、昨年の10月22日国土交通省より、また11月11日日本時間ではございますけれども、米国運輸省より独占禁止法の適用除外、すなわちアンティトラストイミュニティ ATI の正式認可を受け、JAL とアメリカン航空は共同事業の内容について検討を進めてまいりました。競争が日々激化する環境下、 JAL とアメリカン航空は共同事業でより良いサービスをより早期にお客様に提供する、そして競争力を強化していくという考えのもと、共同事業の内容について両社で検討を進めてまいりました。そして ATI の正式認可からちょうど2ヶ月となります本日、その内容を発表させていただくことにいたしました。共同事業の正式な開始は、両社が共同事業対象路線における収入配分を開始する4月1日から、このようになりますけれども、これに先駆けてお客様に両社共同のサービスを早期にご提供すべく、ATI 認可の下で両社の運賃を調整いたしました。お手元の資料の通り、JAL とアメリカン航空は、今年の2月から3月、アメリカへのご旅行に早速ご利用いただける両社共通の割引運賃、これを設定し、本日より販売を開始いたします。日米航空自由化、すなわちオープンスカイにより、日米間の増便や新規就航が容易になり、JAL とアメリカン航空にとっては、事業計画の柔軟性が増すことにつながってまいります。一方で、競争はさらに激化することになりますが、JAL とアメリカン航空は、より良いサービスの提供と営業力の強化、そして効率性の向上、これにより競争力を強化して迎え撃つ覚悟でございます。2011年の夏ダイヤにおいては、日米間のお客様の動向を徹底的に分析し、現時点の需給環境においては、JAL とアメリカン航空がお客様にご提供できる最適なスケジュールを設定いたしました。また、スケジュール調整のみならず、運賃、マイレージ、空港や機内でのサービス、ホームページなど、あらゆる分野で協調しながら、より選ばれる航空会社を目指してまいります。詳細は後ほど紹介させていただきたいというふうに思います。JAL は昨年2月9日、アメリカン航空との提携強化を決定いたしました。ご存知の通り、アメリカン航空は同じワンワールドアライアンスメンバーであり、高品質をお求めになるお客様へのサービスに軸足を置いている航空会社グループです。また、アメリカのネットワークキャリアの中では唯一チャプター11を申請したことがない、このように非常に固い経営をされている会社でもございます。昨年2月の提携強化を決定以来、JAL はアメリカン航空から ATI に関わらない範囲で整備や経営ノウハウを学び、また関係を強化してまいりました。アメリカン航空は JAL と同じシカゴやロサンゼルス、ニューヨークに日本からの直行便を就航させており、共同事業によるメリットを即座に生み出しやすい、また共同事業で今後のさらなるサービス向上も見出しやすい最適なパートナーだと、このように考えております。
アメリカン航空との共同事業を今後も進化させながら競争力を強化し、 JAL グループの確実な再生につなげてまいります。最後になりますが、日米オープンスカイに続き今後アジア諸国を皮切りにオープンスカイ交渉が予定されるなど、規制の撤廃により参入が促進され、世界で競争が激化するものと考えています。その中でアライアンスの果たす役割もますます大きくなっていくものと考えます。 JAL とアメリカン航空はともに高品質なサービスのご提供、これを重視するワンワールドアライアンスのメンバーです。本日はワンワールドアライアンス CEO ブルース・アシュビー氏も駆けつけてまいりましたので、ご紹介をいたします。JAL とアメリカン航空は共同事業の開始に加え、ワンワールドアライアンスメンバーとの提携も強化しながら、お客様に選ばれるサービスをご提供し、今後の競争に勝ち抜いてまいります。私からは以上でございます。